りの対面だというのに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。それは、やってみなくてはわかるまい。減らず口よ。減らず口かどうか、試してみるか。安い挑発だ。だが、いいだろう。あえて乗ってやる。やつめ、ヒルコも脱ぎ捨てたか。ヒルコ、先ほどまでのあやつはヒルコという傀儡をまとっていた仮初めの姿に過ぎぬ。じゃあそれを脱ぎ捨てたってことは。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろう。なあ、千代婆様よ。これが本当のサソリ。さあ、地獄を見せてやる。なんていうやつか、この状況。私なんかじゃ。でも私は、3年前ナルトと約束したんだ。今度は2人で一緒に行って。だから私はこんなところで、こんなところで。負けるわけにはいかない。さくら、接近戦は私に任せてください。千代婆様はフォローをお願いします。何を言っておる。お前では。すみません、でも引きたくないんです。私には約束があるし、それに綱手師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。こやつ、負けん気だかなんだか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。へへ、さすがは綱手姫の弟子。いいじゃろ、さくら、フォローはわしに任せておけ。はい。どんなに強者でも付け入る隙は必ずある。はい、千代婆様。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度まで風陰に手をかけようとは。三度。ガーラの父、四代目風影を殺したのはオロチマルじゃった。が、それを手引きしたのはこやつじゃ。おいおい、四代目っつうのは知らないぜ。確かに暁では
オロチマルと組んでいろいろやったが。オロチマルのことを知ってる。任務開始。あんたは私が捕まえる。どんなに抵抗されようと、どんな手を使われても、絶対にオロチマルのことを吐かせてやる。ほう、そいつは楽しみだ。さあ、封じと思うて侮るではないぞ。生身の人体から作った一区物は生前のチャクラを宿しておる。つまり生前のそのものの術を扱うことができるのじゃ。三代目風影をばらされるとはな。仕方がない。あれを使うか。それは本当に久方ぶりだ。自分を使うのはな。せっかくだ。お前らはじわじわとなぶり倒してやる。待て、逃げるな。姿を隠すとは無粋なやつじゃ。おかしい、方向感覚が。どうやら何かからくりがあるようじゃの。姿を隠すとは無粋なやつじゃ。焦りは禁物じゃぞ。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。よし、方向感覚が元に戻った。よくやったサクラ。さあ、サソリを追い詰めようぞ。赤ひげ、百鬼の総援。まずは歓迎の挨拶だ。こいつらの相手をしてもらおうか。ソリよ、出てこい。こんなお前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。サソリよ、出てこい。女お前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。
焦りは禁物じゃぞ。くそ、キリがない。結構やるじゃないか。それじゃあこいつはご褒美だ。サソリめ、不屈を増やしおった。さくら、気を引き締めよう。はい、千代婆様。なんと鮮やかな。この数きついよね。さくら、焦りは禁物じゃぞ。さすがにこの数きついよね。キリがない。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。この数きついよね。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。出してくるとはな。ここまでたどり着くとはな。大した小娘だ。聞いたところで、ここから生きて戻れると思っているのか。できる。私はこんなところで負けるわけにはいかない。さくら、サソリを狙え。奴さえ倒せば他の傀儡もしまいじゃ。はい、千代婆様。我ながら呆れる。小娘と老いぼれ相手にここまで手こずるとは。さくら、ここで襲撃にしようと。ここはよいか。はい、千代婆様。達成。
ったとしか言えねえな、この俺を。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだがな。答えて、あいつはどこに。さくら、ようやく聞いてきたか。俺は、お前、毒を。強烈な毒だ。もうそいつは助からないぜ。我慢しろ。すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと。そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわせていた。お前のために編み出した術。この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら。まあいい。くだらないついでに、そこのガキに無駄なことを教えてやる。お前は、オロチマルのことを知りたがっていたな。だったら、草隠れにある、天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に、俺のスパイがいる。そこで、そいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら次第。転生忍術か。くだらねえな、何もかも。千代婆様。サソリ。